はようございます。旅サラダインスタライブ始まりました。ちょっと今日は早めに来ましたよ。これもう始まってますかね。あ、皆さん、あ、おはようございます。あ、すごい、どん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 、あ、待って、枝さん、あれ、枝さん、おはようございます。あ、枝ゆりやさんだ、お久しぶりです。見てくださってるんや、嬉しい。ちょっとこれで、あ、間違った、すいませんすいません、間違って一瞬動画切っちゃいました。ちょっと待って、エンナさんをご招待しますね。エンナさん、いやー、今日も素敵な、いやー、佐藤隆太さん、お会いしたかったー。東京に、ね、今別れて放送なのでなかなか東京組とお会いできてないんですけど、会いしたかったなー。おはようございます、皆さん、おはよう、おはよう、見てます、ありがとうございます。あ、枝さんもおはよう、ハートって来てる、うわ、嬉しい、おはようございます。ちょっと山城エンナさんの回が今日でラストだったんですよね。もう最後までイラスト本当に綺麗でした。あと先週の放送のコアラちゃん、めちゃめちゃね、反響があったみたいで、ちょっと早めにスタートしたので最初はまた、おはようございます、テレビと同じ感じですね。はい、同じ感じです。おはようございます。今日はね、ちょっとギリギリお天気が耐えてたので、ほら、若干太陽も見えている感じで、涼しい感じでちょうどいいので。あ、ここはですね、会社の10階テラスになります。じゃん、ほら。結構高いんですよ。で、景色なんかも良くてね、とても気持ちいいんです。お外で朝から。ねえ、リュウタさんに元気もらいました。わかります。爽やかな、あのスマイル、ありませんでしたね。そう、風が強いんです。コアラ。コアラさんね。とても可愛かったです。あれ、あ、いけるかな。あ、すいません、やっと今エナさんにリクエストを送りました。え、この間プレゼント当たりました。おめでとうございます。エナさん、おはようございます。おはようございます。つながりました。おはようございます。やった、つながった。つながりました。おはようございます。おはようございます。本当に朝から色鮮やかな映像で癒されました。あ、よかったです。やっぱりオーストラリア綺麗です。ヘンナさん、今日もまたお洋服がとってもおしゃれだなと思ってたんですけど。ありがとうございます。これね、これからリリースする私、あのコラボティーなんですよ。え、え、そうなんですか。これ私の絵なんです。そうなんです。そうなんです。ちょっと近くで見てもいいですか。近くで。あ、そう、すごい。スタイリストのね、スタイリストの清水さん、清水恵子さんという方とコラボレーションして作る T シャツを作った T シャツなんですけど、風が強いね。すいません、ちょっとボホボホしてます。音は大丈夫ですか。大丈夫、ありがとうございます。コラボ T シャツって買えるんですか、私でも。あ、買えますよ、買えますよ。え、すごい。調べたら出てきます。あ、この、また、この後またリリースするので、今な、まだ、情報出てないんだけど、そうそうそう、これサンプルで上がってきて、今私が着てるの。じゃあ他にも何種類かあるんですか、コラボの。あ、ね、コラボは、今回、この清水さんとのコラボはこの洋服だけ。そうそう。結構、ね、肩にプリントって、普段、T シャツでなかなかないから、結構こだわってプリントしていただいて、そうなんです。いや、すごい、素敵なお洋服ですね。あ、コメントも皆さん。ありがとう。素敵です。ありがとう。本当に。あと今日、これ馬の旅のアサリ粒めっちゃ大きくなかった？すごかったんですよ。すごいね。映像で見て、あの大きさがすごい伝わってきた。はい、そうです。もう、アサリってこんなサイズだったっけっていうような、マジで、ね、
3.5 センチ以上じゃないとまず取れなくって、もうめちゃめちゃ大きかったです、うん、だからすでに大きいよね 3.5 センチって そうなんですよ。だからもう3年もの4年もの5年ものみたいな感じですごい、うんうんうん、もう美味しかったです。美味しそうだったな。いや本当に食べていただきたかった。しかもあれでしょ、そのまま蒸しただけで、あの美味し、食べてないからあれなんだけど、想像なんだけど濃い味というか、はい、濃厚な旨味があるんでしょう、はい、そうなんですよ。あれもうね、漁師の地元の方もあの食べ方が一番美味しいよって言ってて、うんうん、もうあの取った貝を、あのアサリをですね、もう塩抜きとかほとんどせずにそのまんま鍋に入れて、うんうんうん、ちょっとお水入れて温めて蒸してっていうだけで、美味しそう。もう海水のお塩とアサリの旨味がもうブワッってなります。伝わる。めっちゃ美味しいです。伝わってきました。伝わるめちゃめちゃ、ね、酒蒸し大好きなんだけど、あのアサリの酒蒸しとかはやばいだろうなと思って見てました。やばいと思います。でも酒にしなくても十分もそのまんまで美味しいです。でもうプリプリなんで身も噛み応えあって、もう牡蠣食べてアサリ食べてもう貝尽くしでした、うん、ね、なんかだもう超満喫だったね。アナゴも美味しそうだったな。いや、アナゴ飯やばかったです。もう本当に幸せでした。朝からダメだよあんなの放送したら。すいません、お待たせして美味しかったんですよ。あそこミシュラン取ってて、本当にアナゴ飯でミシュランって、あ、私顔半分になってる、あ、すいません、あ、すいません、すいません、そうだよ、すいません、ちょっと必死にあの、うんうん、美味しさを伝えようと思ってたら顔半分になってました。アナゴ飯のミシュラン取ってて、ね、何より厳島神社ね、ちょっと改修中でしたけど、うんうん、あの珍しい姿が見れましたね。今なんかそういう観光地が多いみたいですね。なんかこのコロナ禍でなかなか人が来られないので、うんうん、そっかそっか、ね、今のうちに綺麗に改装しようみたいな、うん、逆に、あ、そうなんだね。じゃあ貴重な瞬間を見れたんだね、はい、そうなんです。アナゴ大好き。私もまた来週は広島、来週も広島ラストになります。あ、ラストなんだ、はい、楽しみ、見ます、見ます、ありがとうございます。来週グランピングもすごかった。私本当に楽しそうだなって思って見てた、佐藤龍太さんのあの無邪気な笑顔たまんないです。ね、本当に何だろう、あの何事にも動じない感じと、いや本当にストレートな伝わる感想と、うん、あと、うん、持ってる感じ、あの魚も最後取れたじゃないだ、持ってるっていう感じ、すごいなと思って見ててヒヤヒヤしてて、あ、うんうん、もう本当にダメだったのかなって思ってたら、最後の一本で取れちゃうってもうすごいですね。すごい持ってる、持ってはるなと思って見てた。うんうん、本当に持ってる。やっぱすごいですね。行きたいな。エンナさんもでも今週でラストになっちゃうんですよね。はい、7週にわたって放送してきたオーストラリア編、今週でラストです。でもね、見てる方々どうでしたか？長かったかな、短かったかな。あの今までの海外の旅からしたら、あの一番多分長編だったと思うので、あの長く毎週見てくださった方々、うん、本当にありがとうございました。嬉しかった。まだまだ見たいです。なんかもうエナさん次どんな絵を描いてくださるんだろうって、もうそれでワクワクしてたので、うんね、で毎週あのスタジオに、ね、あのオーストラリアの絵が置いてあるんですけど、うん、もう絶対お疲れ様でしたって解散した後、うん、もうみんなスタッフで、うん、あのエナさんの絵の写真を撮りに行くんですよ。うん、嬉しい。そう、あのディレクターさんにもなんかスタッフの皆さんとみんながこう欲しいっていう話になってるっていうのを後で LINE でいただいて、あ、そんな風にみんな言ってくれてるんやなと思って嬉しかった。もうだから寂しいね、皆さん。そう、最後大阪のスタジオにね来ていただきたかったですけどね、ちょっとこのご時世だから寂しい。そうですね、うんうんうん、でもリモートでこうやって放送できるの嬉しいです、うん、ちょっとこういう風にインスタグラムで配信できるのはちょっと新鮮で逆にね、いいですよね。いいですね、これも楽しいですね。いや、もっともっと見たい、うんうん、オーストラリア編。最後は寂しい。私もあの町と自然と本当にあのまんべんなく堪能させていただきましたが、足りない。足りない、足りないよ。まだまだ見たいよ。もっといいところたくさんあるものを、ね、北の方とか南の方とか、東も今回シドニーとポートマッコリーの方ちょっとだったから、はい、
そうですよね。まだだって西海岸とその東の町とだけですもんね。オーストラリアは大きいからね、めちゃめちゃ大きいから、もっといっぱい素敵な場所があるんだろうなと思うと、は絵に描きたいなって思う、すごく。だから絶対にオーストラリアは行くぞっていう気持ちです、国境が再開したら。いや、私、エンナさんが行ってる国、いつも本気で、あ、絶対行きたいってなるんですよ。前、ギリシャもサントリーニ島行ってた時も、めちゃめちゃ行きたいって思いました。いや、サントリーニ島は、あのね、みんな行かなきゃダメだよ、あれは。本当に。あの、って皆さん。そう。行かなきゃダメ。なんか、神田さんがコメントでおっしゃってたんだけど、なんか人生のこの豊かな時間じゃないですけど、うん、自分に与えるご褒美として、ああいう場所、高くてもいい場所をサントリーニ島で取って行くのは絶対に大事って言ってて、本当にそうと思います。あれを目指して日々頑張って、あの暮らそう、お仕事しようって思えるというか、うん、それだけ本当に素敵な場所だし、心が豊かになる、サントリーニ島は。いや、本当にもうなんか最高の贅沢ですよね。あれご褒美で待ってたら、うん、なんか耐えられるって思います。耐えられる、日々を耐えられるって思うよね。楽しいことしかしないんですけど、全然美味しいものしか食べてないんですけど、うんうん、でも、うんうん、ああいうのあったら、なんか辛いことあっても、うん、頑張ろうって思いますよね。ね、本当にそう思うな。いや、まだまだオーストラリア見たかったです。オーストラリアを全て制覇してほしいです。やはり、したい。絵は伝わるんだね。したい、したい。ね、でも、あれだったな。なんか、今週はちょっとまた今までの旅と違って、こう、食、うん、食べ物っていう感じだったと思うんですけど。そう、美食。あのね、個人的にあの、コメントが上手かと伝わる、伝えられるかどうかは別として、ワインはすごい私個人的に好きなので、ワイン今回飲ませていた、はい、ワイナリーに訪れて飲みさせ、飲ませていただいて、ね、あのレストランのお料理が普通って、うん、あのね、お料理に合わせてワインをチョイスするじゃない、レストランとかでご飯、うで、ね、うんうんうん、じゃなくて、あそこはワインに合わせて料理を作ってる。いや、ワイン先行なんですね。そうそうそう、ワインやってのお料理なんですもんね。そう、なんかそのコンセプトを、コンセプトっていうとちょっと変化、でも素敵だなと思って、でもまさにマリアージュ具合がすごいの。ワインとマリアージュ具合、マリアージュ具合がすごい。結婚しとる、あれは。結婚しとる、あの料理とワインが、ね、そう、もうね、本当に美味しかった。ポイント届け出しちゃって、お肉もだし、あの白身魚に2つのこのソース、ソース、お味噌のソースと加えられてるあれも本当に美味しくて、いや、やばい、もう本当に食べたかった。あのお味噌出てきた時、うんうん、もうなんか心の中でうわーってなりましたもん。日本がみたいな。そうだって、お料、あのお肉も塩麹でね、つけられていたりとか。いや、そうなんですよ。やっぱりこう ね、日本の食材って美味しいんでしょうね。美味しいんだと思う。それを海外に取り入れて美味しいお料理になってるって、もう食べざるを得ない。食べざるを得ないよ。もうあのね、あとレストランの雰囲気も素敵だから、なんかね、もう酔っちゃ、酔ってしまう、うん、雰囲気含めて酔ってしまうような素敵な場所だった。本当にね、あのでもワインの味を絵で表現してるポストカード、うん、今回あれ超可愛い。本当ですか。私今回あの実はあれです、旅サラダでは今回あの手法ってっていう感じですけど、は初めてやりました。普段自分のお仕事だったりとか、インスタグラムの作品では写真絵を載せるって結構や、うん、ちょこちょこやってるんですけど、今回ね、なんか絵でワインをそのまま描いたりするのも、ブドウを描いたりするのもちょっとなんかなと思って、写真にこう絵を載せる、ワインのこの絵を載せることで場所のこうね、空気感も感じられて伝わるかなと思って、今回初めてね、旅サラダでは写真にイラストを載せて、イラストフォトって私は呼んでるんですけど、自分の作品の中でイラストフォトをやってみた、イラストっていう、そうそうそう、やってみました。めちゃめちゃ伝わってきました。本当に、はい、みんなでも今までね、今まで見てた方々からしたら、あ、なんか今回違うってなったかもしれないですけど、うん、いや、素敵でした。本当に、バニラ味のオリーブオイル欲しい。わかる。私も欲しい、あれ。美味しかった。あのね、オリーブオイル本当に美味しいんです。取り寄せとかできるのかな？本当に。え、取り寄せたい、本当に。すごい、味が、オリーブオイルの味が濃いって感じかな。
私はその VTR だと本当にとにかくこう新鮮なもう絞りたてっていう感じなんで、もう後ろすぐオリーブの木たちがこうね、あの施設の周りにもあるぐらいだから、もう今絞りましたぐらいのフレッシュさはすごいあって、あ、新鮮っていうのは VTR のコメントでは言ってたけど、なんか今思うとなんか新鮮プラスなんかオリーブオイルのが本当にオリーブの味が濃いって感じだったかな、イメージ的には。本当すごいですね。美味しかったよ。何にでもかけたくなっちゃう。もうドバ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 。オリーブオイルってお料理の美味しさ全底上げするじゃないですか。全底上げする。本当にかけても美味しい、ドレッシングにしても美味しい。それでまあ焼いたりしても全部香りが美味しくなる。もう最高ですね。なんかでもワインも美味しくて、オリーブも美味しくて、景色も綺麗で。オーストラリアめっちゃくちゃいいとこですね。ね。いや、いいとこって知ってたけども、やっぱ、いや、あんなにすごいとはって、ね、本当に素晴らしい。なんか今回7週にわたって、だからずっとこうオーストラリアのいろんなところを見てきましたけども、なんか毎回新しい発見があるというか、え、オーストラリアこんなこともできちゃうのっていうのを、毎週毎週見せてもらってた感じがして、本当楽しかったです。あ、そう、ザリガニってフランス料理とかでは一般的ですか、それとはまた違う感じですか。どうなんだろう、私ね、ザリガニ今回初めて食べたんです。だから一般的かどうかはわからない、ね、ちょっとでもだから最初びっくりした、ね、ザリガニって言われた時にザリガニって思って、ね、ザリガニには見えないですよね。なんかロブスターとかそういう感じがしましたよね、見た目の感じ、うんうん、なんかね、あとロブスターよりはもうちょっと弾力がある感じかな、へ、うん、歯応えがある感じ。ただ私もロブスターも食べたことがないので、あ、本当にロブスターも美味しいよ。え、エビとかは好きな人ですか。エビは大好きです。じゃあ好きだ、うん、じゃあ好き、じゃあ好き、じゃあ好きだ、うん、エビいっぱい食べれる感じ、大雑把に言うとエビのもっと濃厚なあの身の味をもっとたくさん身を大量に食べれる感じだから、エビが好きな人は好きだと思う。あ、本当ですか。じゃあ天ぷらとかにしても美味しいのかな、ね、絶対に美味しいよ、美食だった、本当に。いや本当美食文化ですね、いいな。なんかでもあの最後にホテル、うんうん、ホテルホテルちょっととんでもないですね。とんでもないよホテルな、あれはな、とんでもないんや、はい、とんでもないホテルだったんや、本当にとんでもないです。なんかもうモデルハウス、あの、うん、そうだね、タワーマンションの一番上のモデルハウスですよね、あれ、うん、なんかそれぐらいの感じだった、うん、豊かな時間だったよ。そのホテルの中って感じしないの、やっぱ周りが自然、大自然っていう感じ、お庭が、お庭の規模が本当に大きいから、はい、大自然の中に暮らしてるような気持ちになる。いや、そうだ、エンナさんが最初そこの私の今日の泊まる宿泊先へみたいな映像で森しか広がってなかったんで、え、牧場みたいな、畑の中みたいな、ミカさんもおっしゃってたよね、こんなところにあるのみたいな感じで、そう、うん、ほんとポツンと一軒家みたいな感じでポツンってあって、でもその中のもう贅沢、ラグジュアリーさ半端なかったですね、うんうんうん、ね、いや本当に。で、あとエンナさんのあのドレスアップしてる姿が私すごく素敵でした、好きでした、ありがとうございます。いや、ね、ちょっとレストランも格式高い感じだったんで、ちょっとちゃんとしようと思ってちゃんとしてきました、はい、ちゃんとしておきました。めちゃめちゃ素敵でした、お似合いでした、ありがとうで、嬉しい、そんな風に言ってもらえて。でもあそこから見る夕景がすごかったの、VTR でも。そう、あのマジックアワー、なんかね、普通ってオーストラリアの夕景ってあのタイムラプスのイラストで、だからわざと最初はその色を入れてたんですけど、黄色とオレンジっていうので、うん、本当に茜色じゃないけど、や、はい、あの 夕暮れというかザっていうイメージが私はあって、なんかそういうイメージないですか、そのオーストラリアのイラストと言われると動物たちが影でいて、バックがこうオレンジと黄色の綺麗な夕焼けっていうイメージ、壮大な感じのイメージが私あったんですけど、うん、あの夕食というかレストランでいただいた時に見た夕景がすごい綺麗なピンクと紫のグラデーションで、うん、これなんか描きたいと思って、う
普通の普段のオーストラリアのイラストっていうかね、あの影絵とオレンジとあの黄色のっていうのじゃなくて、この色で描いてみようと思って描いてみたんですよ。描いたって。いやーすごかったです。あの絵もその、うんうん、描いていく過程が全部放送されてた、うんじゃないですか。そうそうそう。確かに何か最初こう淡いピンクっぽいところから始まって、だんだんこう夜の色に近づいていく感じが、あの普通ってあれ、あのタイムラプスって絵を完成させていく過程だけを見せるっていうので、うん、結構絵描きさんの皆さんは使ってるんですけど、私の場合って、うん、あの時間の経過、本当に夕暮れが夜になっていく感じとかを表現できるように、うん、わざとあのねゆっくり色が変わっていくようにいじってるというかやってるんですよ。あ、実はそうなんですか。そうだからね、普通にタイムラプスであの絵を描いた過程残すと一瞬で多分ね、うん、ベベベって色変わっちゃうんですよね。過程だけになっちゃうから、私はその色の変化を見せたいっていうのがあって、あの後からこうね、もう少しこの夕暮れのところが、そのピンクのところがゆっくりこう変わっていく感じとかを出したいと思って、ちょっといじってたりするんです、自分で。あれ、あの、時間の経過含めて作品にしたいって思って、すごい、すごい喋っちゃってごめんなさい、思いがあって。いや、もうそういう話をどんどん聞きたいと思うので、皆さんも。ああ、すごい。なるほど。もうだから、エンナさんとしては1枚の絵を描いてるというより、もうなんか映像を描いてるって感じなんですね。うんうん、そうかもしれない。アニメーションっていう感じで、絵がパラパラ漫画みたいな感じでは、やっぱちょっと旅の絵ではちょっとそれはできないから、なんか時間の経過をタイムラプスで表現するっていうのは、せっかく iPad を持ってたらできるので、なんかそれでやってみようと思ってちょっとやってみてるんです。なんかだから色がね、こう伝わったりしたらいいなって思って。でも私たちも夕日を綺麗だなって思うのって、その瞬間じゃなくって、うん、夕日のその変わっていく空の様子が綺麗だなと思うから、多分日の入りの瞬間って魅力的ですもんね。それがなんか。コメントがうまいわ。すごい。ありがとうございます。本当にそうだよね。うん、その通りや。その通り。イラストを描くのって何分ぐらいかかるんですかと、コメントが。あれはどれぐらいかな。あれは。3、40分くらいかな。いやーすごい。え、あれもじゃあお食事が終わってその後に書き出したって感じなんですか。あ、ね、実はあれはお食事食べてるところで iPad 取り出せないんで。あ、そうですよね。あのそう、そう、景色高いし。そうなんで、じゃないんで後から書いてます。はい。後から思い出しながら。はい、書いてます。その時のイメージとか。やっぱね、すぐどんどん沈んでちゃうから、ちょっと写真だけ失礼して、うん、この色って、うん、覚えておいて、後から書いてさ、あのレストランであの、ガションってこう、iPad は出せないっていう。そうですね。うん、いや、エンナさんなら許されると思います。もうプロなので、本当に。いや、本当に素晴らしいイラストでした。でもコメントもたくさん。あ、そう、あの、先週のコアラちゃんもかなり反響あったんじゃないですか。そう、あの、コアラのって、そう、先週私ちょっとびっくりしました。すごい反響で私もびっくりしましたし、ディレクターさんが、はい、うん、後から、教えていただいたのは、旅サラダのインスタで、うん、過去にね、はい、ヒロドちゃんいたじゃないですか。ヒロドちゃんの卒業しますっていう時のコメントといいね数が、歴代1位だったんですって。はいはい、あ、うん、あ、すごい。いや、まあ、そりゃそうですよね。そうね。じゃあ、そこの次に、一番いいね数とコメント数というか、がすごかったって言ってました。めちゃ嬉しいと思って、恐縮だと思いました。いや、本当に、おめでとうございます。もう、おかしいですよ。おめでとうというかね、なんか、あ、いっぱいたくさんの人に見てもらいたいんだなって思って、嬉しい。そう、実はそれで、あのコアラちゃんがすごい反響があったので、でも実物見れないじゃないですか、うん、立体で。いやー、見たい。だからイラストで描いたんですよ。あ、イラストで描いたんです。なんかそれをインスタグラム、はい、旅サラダのインスタグラムにアップしてるんですけど、後々自分のインスタにもアップしようと思ってるんですけど、はいはいはい、あれで、うん、今私ちょっとこの数週間でちょこちょこ発表されてると思うんですけど、個展をねやろうと思っているんです。個展、はい、はい、それがちょっとね、大阪なので、去年から決まっていたことで大阪なんですけど、今ちょっとこの時期なのでどうなるかわからないんですけれど、ね、ダメになった場合は
ちょっとまた別の機会になるかもしれないんですけど、その個展で、急遽じゃないですけど、あの、ハローコアラズちゃんのグッズとかね、あの、描いた絵だったら、あの、ね、販売できたりできると思って、急いで描いたんですよ。ね、だからそれ用意してるんで、すごい、ハローコアラズの絵が欲しいとか、あの、キーホルダー欲しいとかって言って、あの、実物が欲しいって思ってた方に、用意できればと思って、作ったんですけどね。はい、いや、ありがとう。私もあのコアラちゃんのちっちゃいミニチュア版あったらもう絶対欲しいなって思ってたんですよ。だからそれが実現するってなって今聞いてめちゃくちゃテンション上がってます、ね、そう、はい、ミニチュアまではいかないんだけれど、その、はい、ちっちゃいサイズの、ね、置物か、あのキーホルダーが欲しいっていう声が多かったんですけど、キーホルダーも立体はね、今この直後ですぐ作るってなると絶対時間が足りないので、なんか、あの、印刷したね、アクリルの可愛いキーホルダーみたいなのだったら作れると思って、ちょっとご用意しようかなと思ってたので、もしね、個展の情報とかも随時また変更点などあれば発表していくので、よかったらチェックしていただけると嬉しいです。いや、本当に、もう絶対。東京でやってくれっていう声もすごく多くて、東京も後々と思っていますので、はい。じゃあ、東京の皆さんも、ね、はい、そうですね。あの、でも今まだ決まってないんですけど、場所、東京は場所募集中なんですけど。いや、もうぜひぜひやってほしいです。もしできたら、まずは大阪っていうね、去年ちょっとお声掛けいただいて、去年から決まっていたことなんで、大阪でっていう感じなんですけれど、いやー、おっと、無事に開催、まずはとにかくしてほしいと、もう心から願ってます。もう皆さんもきっとそうだと思います。本当に、いやー、東京でも大阪の個展行きます。いや、行きましょう、行きましょう。本当にこの T シャツも、 T シャツも出すつもり、その時間に合えば。そうなんですか。間に合えば、間に合うか分からないけど間に合えば。いやー、本当に、でもこのね、旅サラダをきっかけで、なんかエナさんのことを知って、もうさらになんかイラストの魅力に取りつかれたって方もたくさんいらっしゃると思うので、嬉しいです。本当になんか自分のね、絵をきっかけに、今まで絵はあんまりわからなかったけどっていう人が、なんか絵を初めて好きになりましたっていうコメントとかいただけた時に、私すごい絵を描いててよかったなっていつも思うんです。いやー、なので頑張ります、これからも。いや、本当にもうお願いします。ありがとうございます。応援してます。私も普通に、私も応援してます。ファンなんです、本当に。あ、大丈夫、私も普通にファンだから、あなたの、あなたのって。ありがとうございます。いつも見てるからって。でもどんどんファンが増えてね、なんかフォロワーさんも増えてるみたいで、順調で素敵。いやー、嬉しいです。私ももうあの2年目に入ったんですけど、あの、旅サラダで作ったツイッターのフォロワーさんが5000人を突破しまして、本当にありがたいです。皆さん応援してくださって、どんどんパッパッ、どんどんパッパッ。パフパフ、適当やな、適当すぎ、どんどんパフパフ。思いを、お祝いの思いを、エンナさんのどんどんパフパフが耳に響いてすごい癒されました。どんどんパフパフ、大阪行っちゃおうかな。いや、本当に、ね、ネット販売、本当にネット販売が、私今まで個展でネット販売はやっぱしてなかったんです。やっぱりちゃんと足を運んでいただいて、ね、買ってくださってる人のことをちゃんと、あのね、把握したいっていうこともあって、ネットだとこうどん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 流れていっちゃうっていうことがちょっと寂しいっていうのもあるんですけど、今回の場合やっぱ地方から足を運べないっていう方は、本当にそれってすごいかわいそうというか、もったいないので、どうにかできないかなとは思っているんですけれど、ちょっと検討中です。うまくいけば販売できるように頑張ります。いや、でもなんか直接お会いして、その絵の魅力をっていう気持ちも本当にわかるね。そうですしね、本当に。でも皆さん多分、そうですね、もう行けるものなら、もうぜひとも行きたいという方もたくさんいらっしゃると思うので、ね、去年から決まっててね、去年の時点では大阪全然少なかったから ね、 だから大阪でね、大阪でやって、私がもともと住んでイラストの活動してた場所でもあるので、最初大阪は、大阪から始めて、で東京の感染者を見て、次東京でやれたらっていう風に、あのイメージはしてたんですけど、まさか大阪をこう上回るようなことが出てくるとは思わなくて、ちょっとどうなるかわからないんですけれども、決まったら随時 SNS で報告していくので、はい、はい、本当におとなしく待ってます。おとなしくワクワク待ってます、はい、本当に。本当に
もぐもぐタイムがですね、ちょっと、ね、リモートの形だとずっとなかったので、またね、はい、来週からちょっと、あ、来週は広瀬美香さんですよね。そう、私、7週終わって、来週は美香ちゃんの、ベトナムの旅が始まります。はい、ベトナムの旅もちょうど最後のラストの去年放送してたんですけどね。そうです放送してる途中に、コロナウイルスの影響で緊急事態宣言入ってしまって中断っていう感じになっちゃったものなので、ミカちゃんの旅楽しみ。いや本当にミカ、ね、さん楽しみです。ミカ、ね、ちゃんもすごいオーストラリアの旅もすごい見てくれてて、ちょこちょこ LINE くれる。すごいプライベートトークだけど。えなさん、このライブも一番最初に、枝ゆりやさんが一応見に来てくださってて。あ、本当にゆりやし。はい、ゆりやしも。なんか、ガールズさん同士もとっても仲良くて。そうなんですか？わあ、じゃあもうコロナ明けたら、ぜひぜひ一緒にもぐもぐしましょう。プライベートもぐもぐタイムしましょう。プライベートもぐもぐはね、まだトンちゃんとできてないんだよね。そうなんですよ。本当にもうたくさんお話ししたいです。だって、オーストラリア始まったタイミングから NG だったもんね。うん、そのコロナの影響でね。本当に。またちょっと次、ね、コロナが落ち着いて、大阪のスタジオで行けるときは、一緒にもぐもぐ、プライベートもぐもぐしよう。はい、もう、スタジオでもプライベートでももぐもぐしましょう。はい、しましょう。本当に。あ、なんか名残惜しい。名残惜しい。でも来週からまた、はい、オーストラリアと変わって、ちょっと、ベトナムの旅もきっと素敵なので、ね、私も楽しみにしてます。あ、本当に嬉しいです。あ、皆さん、YouTube ライブはですね、ちょっと今ね、リモートの形なので、インスタグラムという形になってるんですが、うんうん、また来週からちょっとどうなるかわからないので、うんうん、その都度、ね、ご連絡します。エナさんの個展も、また、エナさんの方から、ね。そうですね、ちょっと、情報はね、うん、今かなり変動してるので、うんうん、決まり次第、随時、SNS で報告します。すみません。皆さん、エナさんのインスタグラムとツイッターも要チェックです。はい。では、そろそろ10時半になりますので、この辺で、はい、最後に大阪の様子を締め具合が面白い。